整備費削減と工期短縮に努めた上で現行案で進める方針を明らかにしていました。関係者はコスト削減に努めますが、アーチ型屋根の計画に影響は受けないとの考えを示しました。こちら2019年3月の完成に間に合わせるため複数の計画を準備しながら進めています。とにかく作るんでしたら安全なしっかりした屋根、お願いしたいですね。スタジオ、どうもすいません。爆笑問題のお二人にホリケンさんがいらして、どうもどうも。もしよろしかったら、ちょっぴり乱入しますか。はい、今ですね、爆笑問題のカーボーイのオンエアが、TBS ラジオを中心にやっている番組が終わりまして、いやー、どうもどうも、爆笑問題のお二人にホリケンさん、どうも初めまして。どうもどうも、初めまして。私初めましてです。はい、すいません、ブーブーだよ。ブーブーのなんかブーブーのモデルになった人。いやいやいや、 TBS のほら豚豚ブーブーだ。誰かって基本的に、いや、黒だからとか黒豚とかじゃなくて、そうじゃなくて、基本的にちょっとぽっちゃりしてるから、ブーブーじゃないかとかブーナじゃないかとか、そうやってソフトサラダせんべいと人形焼き、はいはい、お菓子の山だ。お菓子、ほらアーモンド、お菓子がいっぱい。アーモンドがいいんだ。じゃあアーモンドを回ってきます。はい、すいません。これのちょっと本の爆笑問題さんの自由にも、自由に物が言える時代、言えない時代のサインもらっていいですか。ああ、何持ってんの今私ちょうど今読み終わって、ずっとニュー、TBS 辞めた後、ホリケンさん、私ニューヨークにいて、やっと日本に戻ってきて、ちょっとね、いろんなこと、なんだそりゃ、ですね、なんだそりゃ、はい、それで、すいませんが、サインいただいて、すごい、今、マジック、はい、嬉しいね、ですね、カイポンへって書いてもらえますか、はい、すいません。ということで、はい、一人でやってんだね。そうなんですよ、一人で。寂しいよね。いや、ちょっとドクターマリオさん、聞いてずっと聞いていましたそうなんですよ。ということで、一人でですね、この番組に、いや、なんだか一気にスタジオが華やかになって、ありがとうございます。はい、すいません、海保千里、海上保安庁で動いていただければ。はい、ありがとうございます、すいません。はい、本当にじゃあ、ドゥルドゥルドゥルということで、はい、すいません聞いてましたよ、ずっと放送を。ありがとうございます。はい、すいません。はい、なんかただのファンのようにサインを請求して、はい、そして帰ると、すいません、本当に。はい、お疲れ。頑張ってね。はい、ありがとうございました。すいません、どうも失礼します。すいません。はい、ということで、番組をお聞きのリスナーの皆さん、はい、ただいま、ニュースナウのコーナーの中に嬉しい乱入がございました。はい、まさにそう、嬉しいニュースということでしたが、はい、ではもう何事もなかったように戻りましょうか。はい、ということで、ニュースナウですが、続いてのニュースはこちらです。薬丸裕英で25年目の結婚式を報告、妻はとても綺麗でした。オリコンから。タレントの薬丸裕英さんが9日自身のブログを更新しました。妻でタレントの石川秀美さんと25年目にして結婚式を挙げたことを報告しました。